皆さんこんにちは。鹿児島県は肥薩おれんじ鉄道の経営安定化を図るため法定協議会を今年度中に設置すると明らかにいたしました。大変厳しい状況が続く肥薩おれんじ鉄道ですが、この協議会でどのような方策を取り経営安定化につなげることができるのか、そのあたりをこの動画で考察していきたいと思います。それではまず肥薩おれんじ鉄道の状況から、これまで他の動画でも何度かお話をしていることですけれども、簡単におさらいしていきたいと思います。鹿児島県では非常に支援の続行が厳しい状況が続いています。鹿児島県、県と沿線自治体の予算だけで肥薩おれんじ鉄道の支援というのが続けられないような状況が続いています。肥薩おれんじ鉄道はもともと鹿児島本線ということもあって貨物が走っている、貨物路線ですね。それで貨物が走っているということで、本州方面や福岡から荷物が来たり、また鹿児島からの荷物が運ばれていったりということで、貨物が走っているということはこの鹿児島県全体の経済の波及効果があるという、そうした前提になっている理由としてですね、支援策に鹿児島県全体の県市町村振興協会の基金というのを活用しています。これはもう宝くじから出た費用で、大体今70億円ぐらいあるんですかね。そうしたものがあるんで、これはもともと鹿児島県の県の市町村、これは離島も含めてですね、県の市町村全体のお金ということなんですが、貨物が走っているから鹿児島県の経済に影響があるというようなことで、お金を使っているわけですけれども、当然ながら反対の声というのもありましてですね、特に離島というのは、鹿児島本線、今の肥薩おれんじ鉄道ですね、そこに貨物が走っていても果たして我々にどんなメリットがあるのかというようなことも、そういった意見も出てきています。こういった基金を使って2022年度まで10年間で10億1500万円を上限とするような支援があったんですが、これが2022年に期限切れになりましたと。ただ県と沿線自治体はお金がないので、これを延長してくれるように要請をしました。ただ延長するといってもこれ簡単な話ではなくてですね、県市長会であるとか町村会、市議会議長会、町村議長会、こうした様々な会のところの決裁を全部取った上で初めて、これが容認されたわけでございます。で、結局2023年度から5年間で最大7億1900万円、こうした延長が容認されたわけなんですけれども、もともとですね、これについて反対の声もあったということで、この振興協会を構成します県市長会、町村会、市議会議長会、町村議長会というですね、こういう4つの団体があるんですけれども、これのすべての承認を取ってですね、ようやく容認されるに至ったんですが、ただこの5年間の支援がもう最後です。ここからあとはありませんということで最後通告を受けています。ですからこれから5年間はなんとかやっていけるんですが、その後はどうするんだというようなことも今から心配しておかなきゃいけないわけですね。で、実際にこの県市町村振興協会からはですね、肥薩おれんじ鉄道に経営改善するようにとか、支援金を圧縮してですね、この7億1900万円を使い切らないようにするように努力するとか、いろいろなことをですね、ちゃんと報告するようにというような、そうした条件もつけております。そういったこともありまして、鹿児島県においてはこの肥薩おれんじ鉄道の維持に関して、今後に向けてですね、何らかの対策を取らなければいけないというような状況になっていました。そんな流れを受けてですね、今度法定協議会が設けられるわけですけれども、この協議会が設けられるのは社会資本整備総合交付金を申請するためです。順を追ってお話をしていきます。実際にですね、この法定協議会を作る前に、まずは事業者と沿線自治体によって未来戦略検討委員会というのが開催されました。これは法定協議会というものじゃないんで、単なる協議会ですから意見をこう合わせるだけであって、ここで何かを決めて、それが法的な拘束力があるといった、そういったものではありません。あくまで皆さんの意見を集約するところです。だいたい法定協議会ができる前っていうのは、こういうですね、協議会を一旦作って、委員会みたいな名前がついたりするんですけども、そういったもので話を一旦ですね、やって、そこである程度の方向性を決めてから法定協議会っていうのを作られるというのが、だいたいいつもそういった流れになってます。ここにおいてもですね、経営改善に向けた方向性というのはいろいろ意見を受けて、検討されているところで、で、これらの意見を集約した上で、熊本県、鹿児島県、それから沿線の7つの市長、八代市、芦北町、津奈木町、
水俣市、出水市、阿久根市、薩摩川内市、それに有識者、まあ、大学の先生とかを呼んで、あとはまあ住民の皆さんですね、まあ、住民団体の代表みたいな方だったりすると思うんですが、まあ、こうした方々によって法定協議会というのが設置されます。おそらく国土交通省の方もいらしてオブザーバーみたいな感じで参加されるんじゃないかと思います。そしてまあこの法定協議会を設置して、その協議会の中で今後の視察オレンジ鉄道の運営策というのをきちっと協議して、その上で地域公共交通計画というのを策定します。でこの地域公共交通計画策定をもって国土交通省へ社会資本整備総合交付金を申請します。そしてこの交付金を受給するためには事業実施計画、まあ、これが地域公共交通計画に置き換えてもいいと思うんですが、まあ、これを実際国土交通省に出して、国土交通省の方でその認定を受けて、初めて社会資本整備総合交付金というのが受けられるということになるわけです。まあ、これは今まで他の動画でもお話してますけれども、上花線、氷見線であるとか北陸鉄道であるとか、まあ、そうしたところで同じようなスキームが取られています。ただ、この気をつけなきゃいけないのは、社会資本整備総合交付金というのは鉄道事業、まあ、鉄道だけじゃなくてバスも実際には対象になるんですけども、まあ、この場合は視察オレンジ鉄道の話なんで鉄道というふうにしますけれども、鉄道事業の再構築のためのものです。そしてこれをもらうためには地域公共交通計画というのを出さなきゃいけないと、さっきお話した通りですけれども、まあ、こうした計画というのはだいたい5年単位で策定されます。ですから最低でもですね、まあ、5年以内の路線廃止というのはありえないわけですね。まあ、実際に肥薩オレンジ鉄道が廃線というのはちょっと考えづらいんですね。貨物も走ってますし、ただ立て付けから言えば計画を策定すると最低でも5年間あるわけですから、まあ、5年以内に路線を廃止するってことはありえませんし、まあ、もっと言えば少なくとも10年ぐらいは廃止されるっていうことはまず考えられないわけですね。でこの社会資本整備総合交付金の対象っていうのは、さっきもお話しましたが公共交通、まあ、鉄道事業の再構築で、まあ、具体的に言えば軌道強化、駅舎の、新築とか改築とか移設、それから既存鉄道施設の撤去、新型車両ですね、まあ、EV であるとか、まあ、GX、DX に対応した、まあ、要は新しい時代に対応したような車両、こういうのの導入する場合、こういったものを指します。で実際にもらえるお金ですけれども、補助対象経費、まあ、実際にこの計画ですね、この計画にかかるお金の半分は国が出してくれます。で残り半分は地方負担なんですが、その半分も 100% 地方債充当可能です。ですから今予算がなくてもとりあえず地方債を立てて借金するということが可能で、なおかつその地方債のうちの 45% は地方交付税として還付してくれるんですね。まあ、例えば経費が1億円かかったとすると、まあ、5000万円は国が出してくれて地方負担分は半分の5000万円になりますけれども、そのうちの 45% は交付税還付、2250万円に当たりますが、これ交付税還付になるんで実質2750万円、まあ、もちろんこれを予算として立てても構わないですし、地方債としてやっても構わないです。ですから2750万出すだけでできるというような仕組みです。まあ、半分といっても実際にはまあ大体4分の1くらいぐらいの感じでやれるということになっています。肥薩オレンジ鉄道の場合はですね、まあ、これをやることによって、まあ、今実際ですね古い橋とかあとはトンネルとか他の鉄道施設とか、まあ、そうした保守に結構お金かかるんで、そこに紐付けることはできるかもしれません。例えば軌道強化をすることによって今の古い線路を新しい線路に置き換えることによって保守が随分楽になりますから、まあ、そうしたことによって収支改善の可能性というのはあります。ただ直接赤字を補填するものじゃありません。あくまで今もお話をしたように線路とか架線とかトンネルとか橋梁の保守費用、まあ、こうしたものに使えるかもしれませんし、実際にですね県市町村振興協会にお願いしたですね、まあ、これから5年間で7億ちょっとですけれども、まあ、そうした基金というのもこういうものに使われます。ただ肥薩オレンジ鉄道の経営を考えた場合ですね、沿線人口はどんどん減っていきます。従いまして普段使い、通勤とか通学で使っているような、そうした運賃収入の拡大というのはこれから減少していくということになります。拡大させるというのは相当難しいと思います。ですから社会資本整備総合交付金をもらったからといってですね、肥薩オレンジ鉄道の赤字がいきなり大きく減るというわけではありません。
保守にかけるお金が多少減るかもしれませんが、そうしたところは別にしてですね、運賃収入の、まあ、ここの収支の部分、営業収入と営業費用ですね、ここに関してはあまりバランスが変わらない。営業費用が多少減るかもしれませんが、営業収入が増えるわけじゃありません。例えばですね、同じようにこの社会資本整備総合交付金を使っている上花線氷見線、これは JR 西日本から愛の風富山鉄道の方に移管しますけれども、愛の風富山鉄道から言われているのは、氷見線上花線の赤字をこの愛の風富山鉄道の本体に持ってこないでくださいと。上花線氷見線の運行運営っていうのは愛の風富山鉄道の方で引き受けますけれども、あくまで上花線氷見線で出た赤字は自治体で補填してもらってプラマイゼロの状態にしてくださいと。その赤字を持ち込まないでくださいというような条件になっています。したがって上半線氷見線って輸送密度が3000とかあるんですけれども、ここでも赤字になるということで黒字にならないんですね。ですから肥薩オレンジ鉄道ももっと輸送密度低いですから、そこで黒字になるということはちょっと考えづらいわけですよ。そうしたこともあって、あくまで赤字っていうのはこれからも続いていきますし、社会資本整備総合交付金、地方公共交通計画を作ってこれをもらったとしてもですね、それで赤字がなくなる、5年後にはですね、県市町村振興協会からの基金切れますけれども、それをその後もらわなくてもう大丈夫っていう状態になるっていうわけじゃないんです。ですから5年後この基金の援助が終了した後にですね、鹿児島県がどうするのかっていったところ、たださっきもお話をしたようにですね、この交付金を受給した以上、公共交通計画は5年間最低でも続きますから、5年程度の撤退はありませんし、もっと言えばですね、5年で撤退ともちょっと考えられないんで、最低でもこの後10年ぐらいは続けなきゃいけないと思うんですが、ただその5年後ですね、この基金による援助が切れた後、鹿児島県は一体どういうふうな対応を取るのか、もしかすると5年後にはさらに厳しい状況に陥っているというような、そうした可能性状況というのも十分に考えられるわけでございます。ということで本日の動画ここまでということになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。